どうも上白です。てなわけで今日なんですけども、先日コストコ行ってきまして、大人気おすすめ商品のこちらサンタさんのプレゼントみたいなマスカルポーネロールが100円安くなってたってことで欲に負けて買っちゃったんですけど、天のお告げかなんかでこれにクリームを詰めていっぱい食べるのじゃみたいな夢を見ましたんで、今日はマスカルポーネロール36個マリトッツォにして食べるでございます。そんなわけで上白クッキングスタジオよいしょ。というわけで、まず最初にこちらいい感じにカットしていきたいと思います。やっぱマリトッツォと言ったらそこが一番大事な工程だからね。ちなみにこちらのマスカルポーネロールなんですけど、なんと消費期限が昨日で過ぎてまーす。やったー。え、やってないやってない。あれ、なんか僕が思ってたよりもへこんでる。普通のバターロールみたいにポッコリしてるイメージだったんだけど、ハムスター寝そべったみたいな感じで、このまままず一口いきます。これ美味しいわ。ほのかに香るマスカルポーネと生地のねっとり加減が、美味しい粘土食べてるみたいな。見てこれ、川に落ちてる石切りする時の石だよねっていうぐらい薄いのばっかりで、まともなやつ厳選したんだけど、まあでもタイトルは36個で持って四捨五入したら100個ってことにしてやっていこうか。お次はこちら。あとはここに生クリームペチャペチャーって立てて、あいつらにポンして食べたらもう完成なんで、めちゃめちゃ簡単。お腹空いてます。ダッシュでいきます。え、これ両方に開け口あるんだけど、どういうこと？僕は天の弱だから、ごめん、このまま開けるわ。いきます、3、2、ファイヤー。なんか10分ぐらいやってた。もうあとは楽しいお作業ってことで、このクリームをパックンチョに入れていくだけと。美味しそう。いいんじゃないかこれ。めちゃめちゃ美味しそうじゃないこれ。第1号。このクリームもりもり。お店のやつとかってさ、ね、大きい声じゃ言えないけど、表面だけ、あ、クリームいっぱい、でも中はスカスカみたいなあったりするじゃないですか。好きなだけ入れちゃう。やった。手もベトベトだ。床もベタベタ。はい。じゃあこのままじゃんじゃん作っていきたいと思います。黙ります。私はマリトッツォを作るマシーン。マリトッチン。イエー！粉、パラ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 。ココアもパラ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 。なんかブサイクなのできちゃったんだけど。サムネー。ここまで1時間。はい、うるせえ今。いただきます。ココアいっちゃいます。これもパン自体が美味しいから間違いないはず。うん。うん、え、こんなに美味しくなるんだ。さっき単品で食べた時と明らかに別人。いや、別パン。クリームとかにお砂糖最小限しか入れてないから甘さ控えめなんだけど、このパン自体に味がついてるからいいねってなります。またこのココアのほろ苦な感じもね。これお店です、上白ベーカリー。ちょっとの工夫でこんなに美味しくなるんだね。じゃあ今度こちらいっちゃいますね。いちごのやつ、失礼します。うん、幸せ遊ばせ。これはやばいな。だって消費期限切れてんだよ。で、このマスカルポーネロールの兄弟みたいなポジションで、ディナーロールっていうパンもすごい人気なんだけど、それよりもパン自体の味がこっちの方が強いから、多分ね、これと合わせるのがいいんだよね。マスカルポーネありがとうございます。しかもこのマスカルトッツォのいいところって、簡単美味しいんだけど失敗しないもんね。うわ、見てこの押すとムニューってクリーム出てくる感じ。いくよ、ムニュー。毛虫みたいで可愛いね。めちゃめちゃ食べづらいや。結構ギリギリを攻めて切ったからさ、ちょっと力加えただけでポキーってなっちゃうんだよね。うわお。またコーヒーとも合う。僕コストコ大好きなんだけど、やっぱさ、大容量だから一人で食べるのって大変じゃないですか。まあ実際消費期限切れてるし、このアレンジやっちゃえば一瞬でなくなるで。もうあと10個ぐらいしか残ってないのね。これはおすすめだ。
このマスカルポーネロール前一回だけ食べたことあるんだけど、一度にそんなにたくさんは食べれなかったんだよね。結構味のあるパンだから、うん、まあいいかなみたいになっちゃったんだけど、今回全然飽きるとかないもんね。そんな気がします。あとやっぱクリームもりもり詰めたっていうのもいいですね。これお店じゃできないでしょ。こんなにぎゅうぎゅうに詰めたら赤字になっちゃうかな。うん、ちょっと飽きてきた。ん？このふんだんに盛り込んだクリームがやっぱ良くなかったね。クリームもりもり詰めたっていうのもいいですね。食べ始めの頃はなんて幸せなんだみたいな思ったけど、食べ放題と同じで詰め込みすぎちゃいけないんだよね。よくちっちゃい頃言われたもんね。あんたそんな取って食べれんの？うん、大丈夫だよ。数分後、もう無理もう無理もう無理。手がベトベト。前はこのぐらい食べたらもうパンに飽きてたんだけど、今はねパンには飽きてないんだよね。うわ美味しいわって思うんだけど、クリームがね、うん、盛りすぎちゃったもんでね。クリームが嫌われ役を演じてくれたんだと思いますね。進撃の巨人のエレンみたいな感じで。うわ最高。ああ、これ何が幸せってさ、いろんな種類をたくさん食べれることだよね。だって普通にパン屋さんとかで売ってんのってさ、300円ぐらいしてさ、一つ一つもそれなりにでかいから、このちっちゃいサイズでいろんな種類たくさん食べた方がなんか嬉しいよね。駄菓子もさ、一つの種類をバクバクいくんじゃなくて、ちっちゃいのをポツポツ 3,4 種類食べるからやったぜみたいななるじゃないですか。それと同じ。普通にイチゴ食べたくなっちゃった。イチゴナンバーワン。当然イチゴだけに。ここまで長かったね。さっきココアかけるときにこぼしたやつ。こういう調理するやつは片付けが一番大変。あ、無理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 。ごちそうさまでした。はい、味は美味しいし、うわ幸せってなるんですけど、3個でいいかな。でこれは夜ご飯にでもラップにくるんでチンでいただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。今までのお手製の中ではかなり上位に来る美味しさだったんですけど、他のパンでやったが多分いい気もした。ちっちゃくて食べやすいんだけど、他のパンの方がいい気がした。またねー。